テニスの四大大会、全仏オープンの女子ダブルス3回戦で、第16シードの加藤美優、ザイマックス、とアルディーラスーチャディ、インドネシア、グミを失格に追い込んだ対戦相手のマリエブズコバ、チェコ、とサラソリデストルも、スペイン、グミが最低時に見せた記号ホクソエンだ瞬間記号が物議を醸している。この試合では、試合途中に加藤が相手コートへ向けて返した球がボールガールに直撃。 審判は一度は警告としたが、その後に対戦相手のブズコバとソリベストルモが必要に失格を主張した結果、突如裁定が変わり、まさかの失格処分が下された。加藤が試合後に謝罪する一方で、テニス界からはブズコバとソリベストルモが不戦勝を狙ったとして批判が殺到。そして例放送局、FOX は、加藤組の失格処分が下された直後の記号決定的瞬間記号を報道した。 関係者が協議を行い、失格の決定が必要であることに関係者が同意したように見えた瞬間、ブズコバとソリベストルモ氏が北疎園でいる姿が見られた、と写真付きで報道。加藤組の失格が決定した直後に、まるで思い通りとでも言いたげな不敵な笑みを浮かべて裁定を喜んだのだ。相手を侮辱するかのような姿は大炎上。カナダのテニス専門放送局で解説を務めるベンルイス氏は、 ダブルスで不戦勝を断固として記号共要記号したブズコバとソリベストルモには正直、とても不快だ、と思う批判。そして、彼らは多くの敬意を失うだろうと想像している。本当に馬鹿げている、と怒りをあらわにして、今後二人がテミス界で針のむしろになると予想した。加藤組を失格に追い込んで目先の勝利を手にしたブズコバとソリベストルモだが、 その代償としてもっと大きなものを失うことになりそうだ。新しい解説。ナダルのリターンを買おう、頭か。に受けたボールガールは、ナダルが謝りに行った時に、大丈夫、心配しないで、とでも言いたげに微笑みを浮かべていました。今回のボールのスピードよりもっと速いと思う。かなり痛かっただろうと想像するが、必死に耐えて笑顔を返してた。 今回のボールガールを非難する気もないが、泣き弱って主審の判定が覆り失格となるのであれば、ボールボーイやガールの適性、単なるボール拾いというだけでなく全仏という大会のコートに立つというメンタル的意味合いも含めて、も勘案して採用するべきじゃないかと思う。新しい解説。フェデラーがネット横にいた男の子のボールパーソンにもっと速い球でライナーでキャッチさせたことがありました。 男の子はワンハンドでキャッチして、満場の拍手をもらっていました。ボールパーソンはとても優秀な選ばれた子たちなんだなぁと思っていましたが、ローラン・ギャロスでは違うようです。新しい解説。ボールガールを悪く言いたくはないけど、プレイ中に不可抗力でボールが当たることもあるんだから、あの程度で号泣されたら試合にならないしはっきり言って除外した方がいい。あと当てた加藤にもも,もちろん非はあるが、 それに対して失格を狙う主張をした相手ペアもスポーツマンシップに反する行為だと思う。新しい解説。テニスの試合の審判がどうなってるかよくわからないけど、失格処分にするほどの出来事って、少なくとも審判団で話し合わないのそれこそ、その場面を意図したものなのかどうか、リプレイ検証できないのかね主審一人の裁量でやるには、処分が重すぎる気が。 これはどちらがアンスポーツマンシップになるのでしょうか。まあ、運営側の確認不足による誤った裁定だったと思いますが。そもそもボールパーソンって、ボールを選手に提供するのが仕事なのに回収すべきコート内のボールを見ていないってどうなんでしょう。ポイントが決まったタイミングが自分たちが仕事する場面だったのに。選手側としては、ネット際のボールパーソンに拾ってもらった方が良かったとは思いますが。 サービス側のボールパーソンに返すのもよくありますよね。ワンバンになるくらいの強さで返せればさらに良かったけど、当たったボールパーソンも観客にぶつかったところを見られて恥ずかしくて泣いてしまった可能性もありますね。女子なのでレアだとは思いますが、もし 200km を超えるサービスが自分に向かってきたら避けられない可能性もあり、スキルがあるボールパーソンをコートに入れるべきですね。新しい解説。 なんで野球のキャッチャーや審判がつけている顔面ガードを使用しないんだ今までボールボーイやガールに当たることは何度もあったはずだろう。同じことを繰り返さないようにいい加減に対策しろよ。あとルールブックに偶然ボール拾いに命中したら失格なんて記載はない。審判が筋が通ってないことでコロコロ決定を変えちゃダメだろう。伝統のある全仏オープンでこんな最低とは。 驚きと共とに、チェコ、スペインペアの、そうまでして勝ちたいブラックな野心に、ゾッとする。ボールガールへのケアは審判がすべきもので、対戦相手が口出しすることではないはず。それを聞き入れてしまい、最低が左右されてしまった。しかも、賞金剥奪という重い罰まで貸した。こんなことでは、ローラン・ギャロスの名がなく、新しい解説。 ボールを当ててしまったことに警告やペナルティが課せられるのはよくあることですが、失格相当とは到底思えない。ブズコバ組はボールガールがかわいそうと言いつつ競技の間全く気にかける様子もなかったし、テニス関係者から部別の言葉を投げられていることを重く受け止めた方が良い。野球の場合は緊張感があってよくファインプレーみたいなのがあるけど、テニスも見るけど、お飾りみたいに突っ立って手をアトロで組んでいるとこうなるよね。 あのバックハンドの振り方スピードでなく、ベッカーやったら気絶するであんなだらけた感じで当たったら、ヨーロッパのコンビがアジアのコンビにって見えるのは俺だけかな対戦相手と審判に対する批判は妥当だと思いますが、ボールガールへの誹謗中傷が溢れているのは胸クそ悪いです。トップツアーの試合では同時に8球ぐらい使用するので、プレーが切れるとコートのあちこちでボールが転がってます。 ボールガールにすべてのボールから目を離すなというのは無理だと思います。泣きながらも必死で涙をこらえようと気丈に振る舞ってるように見えます。